解放しろープリミティアプレイヤーエイブです。今回は、スライムを合成してみます。合成といっても、そういう機能があるわけではないので、力技でやっていきます。まず、合成したい同じ大きさのスライム同士を、できるだけ正確にくっつけます。うまくくっつかなかったら、何度もやり直して、いい感じにくっつくまで頑張りましょう。うん、いい感じにくっつきましたね。そして、地面に立てた、 長めの板とくっつけて、なるだけ高い位置に固定します。あとは、ひたすら固定したスライム2匹に、餌を与え続けて大きくしていくだけです。かなり時間がかかりそうなので、ついでに他の実験もしてみましょう。小麦は暗いところでも成長するのか、上に物があったらどうなるのか、気になりますよね。箱を作って、 小麦が跳ねてくる途中にかぶせて、どうなるか見てみましょう。わかりやすいように、箱の横にも小麦を植えています。横の小麦は成長しきりましたが、箱の中はどうでしょうかなるほど。箱の高さで成長が止まってるみたいですね。箱を上げている間に、もう一段階成長したので、小麦は暗いところでも成長して、上に何かあれば、一旦そこで成長は止まる。上にあるものを合わせば、成長は再開する。 ということですね。また一つ、フィニキアの謎は解明されました。さて、スライムの構成に戻りましょう。ひたすら小麦を与えていくと、どんどんスライムが成長して大きくなり、重なっている部分が増えていきますね。このまま続ければ、完全に一体化するんでしょうかちなみに、草より小麦の方が栄養があるみたいで、同じ量なら、 スライムが成長しやすいのですが、スライムが大きくなってくると、大きな草を運んできて食べさせた方が効率がいいと思います。それでも、スライムを成長させるのは結構大変です。特に今回は、2匹のスライムを同時に成長させているわけですからね。2時間くらいは、スライムに餌をあげるのに使ったと思います。 同じ方法で餌をあげていると、私が飽きてくるので、途中で小麦の草を意味なく切り替えたりしています。ひたすら餌をあげていると、嫌なことに気づきました。スライムが重なっている部分は増えていっていますが、両端にある重なっていない部分の幅は変わっていないような気がします。それでも無妙に重なっている部分が狭くなっているような気もするので、ひたすら餌をあげていきます。うーん。やっぱり重なっていない部分の幅は、 ないいみたいですね成長させるのはここまでにしておきましょう。合成したスライムを見てみると見る角度によって色が変わるのが面白いですね。成長に巻き込まれた小麦もスライムの内部に埋まってしまっています。もちろん今回も解放して戦ってみましょう。赤スライムと青スライムの2つの意識が入った合成スライム。 どんな動きをするんでしょうか武器はスライムに弾き飛ばされないように石に鉄をつけた爪を使います。では早速スライムを解放してみますね。へー。解放した瞬間スライムが分裂してしまいました。汚い花火ですね。これでは合成したスライムと戦えないので今度はスライムを固定した板を叩いて壊す方法でスライムを解放してみます。 うーん。それも同じ結果です。このまま戦ってもいいのですが、それじゃ普通の赤スライムと青スライムを相手にするのと変わらないですよね。他の開口方法も試してみましょう。次は、直接スライム同士の接着を解く方法です。これなら、いい気のスライムに分離するんでしょうかいきますよあちゃーん、ダメでした。分離した時にスライム同士がダメージを受けて分裂してしまっているようです。 だったら固定したままダメージを与えたらどうでしょうか爪でバシバシ叩いて HP を削っていきます。おお今度は青スライムだけが分裂して赤スライムが残りました青スライムの分裂で赤スライムもダメージを受けていますが、それに耐えたようですね。でも赤スライムはもっと大きく成長させたのが、 他にいるので、どうせなら、青スライムの方に残ってほしいです。なので、今度は赤スライムの方だけを攻撃してみます。結構硬いですね。早く青スライムを解放しろやっと HP が削れました。あと一発です。それー,ー赤スライムの谷が直撃して、一発でゲームオーバーになってしまいました。しかも、青スライムも一緒に分裂してしまっていますね。 悔しいので、もう一度試してみましたが、やっぱり青スライムは、赤スライムの HP が低いので、赤スライムの分裂のダメージに耐えられないようです。結局、合成したスライムと戦うことはできませんでした。でも、せっかくなので、分裂した青スライムに乗って、操縦してみましょう。青スライムは赤スライムと違って、接触してもダメージはないので、4辺をガードで囲むだけで、 乗ることができますちゃんと操縦する用の餌も持ってスライムを解放するとおお、ちゃんと動いてますねまだ大きさが足りないのかパワー不足で速度は遅いですそれに進みすぎるとバランスを崩して倒れてしまいますまた プレイヤーがその場に立ち止まっていると、木のガードでプレイヤーを押せるほど力がないのか、なかなか進んでくれませんが、そこでスライムの移動に合わせて、前に進むと止まっている時より、ちゃんと動いてくれます。赤スライムと比べて、上下の動きがないので、乗りやすいですね。もっと大きく成長させれば、いい移動手段になってくれるかもしれません。ちなみに、コックピット視点はこんな感じです。 餌を振り回す操作が大変なので、餌を置いて方向を固定できる、餌置き場を追加すれば、もっと楽になるかもしれませんね。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をいただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントをお待ちしていますね。それでは皆さん、またね、えるー